紐が足りない。こんにちは、こんにちは。よいしょ。お疲れ様です、こんにちは。ちょっと待ってくださいね。焼き肉とすき焼きはすき焼き派です。私はこのイベントですよね。こんにちは、こんにちは。こんにちは、こんにちは。こんにちは、皆さん、こんにちは。50カウント完了、ありがとう。こんにちは。皆さんこんにちは。今日はねもうお昼にねツイッターをやったんですよ。見ました？もうお昼にツイートしました。こんにちは。そう、ショールームをもうお昼にやりたいと思います。しゅんちゃんかわいい、ありがとう。ツイッター見てありがとう。見ました？嬉しいです。チェックしたよ、ありがとう。こんにちは。ちょっとメイク配信させてください、ごめんなさい。白ニットしかかたんって可愛いよね。こんにちは皆さん、こんにちは、こんにちは。こんにちは。遊びに来たよって、ありがとう。今日は皆さんは何をしてたんですか？何をされていたんですか？休み？なんかそれお休みの日もね外に出れないんですよ。お休みの日ね寝ちゃうんですよ。
今日はね、なんか割と早くに起きた。11時とかでもね、早い方なんですよ、まだ。みんなは何時に起きる？やばいやばいやばい、なんか涙が出そうになってきた。よし、治った。涙が出そうになる。こんにちは。そう、11時でも結構サラ的には早い方なんですよ。やばいですよね。やめた方がいいですよね。5時？はいや、5時？5時は早い。5時なんか私はもう 寝る時間くらい。嘘だ、5時は早い。え、みんな5時とかありますか？私は5時はほぼ寝る時間。早いね。たまにあるの？すごいね。5時か。5時か。そんな時間にしたら起きたのはもう本当に、まあでもあのお仕事だったら起きるんですけど、それ以外だったら本当にそんな時間に起きないです。休みの日とか5時に起きることなんてないですね。お弁当？お弁当か。いいですね。お弁当は全然作ら、なんかね、料理をねあんまりしないので、いいですね。お弁当作りとかできるかわかんないけど。え、何のために5時に起きるの？早くないか？山さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。できた。できたけど何かが足りない。あ、そうだ、マスカラが足りないのか。あ、ごめんなさい。こんにちは。かわいい、ありがとう。何か、何か暗いのかな。ごめんなさい。
朝から STU だ、夢がらがなって、その5分後にヘタレで起きるって。え、アラームをみんな設定してますか？横山由依さんの卒コンをワングセブンライブ、何それ、いつやるんですか？朝からゲーム実況 YouTube 見てたって。無駄にしてないですよ、それは全く無駄じゃないですよ、全然無駄じゃないです。私もそんな感じです。私は朝から Twitter 見て、朝からツイッターをずっと見てました。もうずっとツイッター、私ツイッターラーでして、ずっとツイッター見てるんです。ツイッターラーなんです。今日はテロップは何にしようかな。テロップどうしよう。テロップ何にしようかな。どうしよう。こんにちは、こんにちは、こんにちは。仕事中で配信見れなくて申し訳ない。いえ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 、全然、仕事頑張ってください。土曜日なのにお仕事って大変ですね。大変だ。こんにちは、こんにちは。そうか、でもなんかお話し会の頃とかは土曜日とかにあるか、サラも。今は全然あれだけど。あ、そう、髪ね、貼るの忘れちゃった。こんにちは、こんにちは。ちょっと次までには貼っとかなきゃ、また忘れてたよ。移動しながら仕事？それはすごい。どういうこと？車とかタクシーとかですか？すごいですね。バイトの準備中？
頑張ってください皆さん、大変だ。こんにちは。明後日の13時で終わり、教えてくださってありがとうございます。13時で終わりだから、そうやね、お任せしますって、ありがとう、書いて貼っときますね。明後日は公演の前日か。こんにちは。移動先で働くんですね。運転するのでこれから聞くだけで聞いていますねって、ありがとうございます。大変だ、土曜日なのに皆さん忙しいですね。いや、私仕事のなんか会社とかのさ、イメージがつかない。そう、公演の日ね、2時間配信できないから、ちょっと朝やろうか、今日2時間半をずっと今日から3日くらいやったら30時間くらいできる。月に30時間やりたいんですけど、あと8時間くらいあるんですよ。あと9時間、あと9時、あと8時間半くらいあって、8時間半って思ったらあと4日しかないから、2時間ちょいずつやらないといけないんです。こんにちは。こんにちは、フォスターさん、バラありがとうございます。土日の仕事ある、ある時もありますね。あ、カウントはあれです、カウントはショールームので見れるんです。サラが数えたんじゃなくて見ましたなんか勝手に表示されるんです。勝手に表示っていうか、そういうのが見れるようになってます。それです。ただ、いや、自分で数えたんじゃないですよ。こんにちは。今日は、あ、めっちゃ楽しくあります。今日はお家でもんじゃを食べたんですけど、めっちゃね、めっちゃ美味しかった。もや太郎さん、ハートありがとうございます。ハートありがとう、ありがとうございます。優しい、さあちゃんペースでって、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは、めっちゃ美味しかった。なんかもんじゃっていうか、なんて言うんだろう、わかんない、みんなが思ったもんじゃと一緒かわかんないけど、あれですね、なんて言うんだろう、なんかキャベツとかを小麦粉とかと一緒に焼いたみたいなやつ。広島の人も家でもんじゃ、そう、あれなんですよ、広島でも結構じゃないか、サラはずっと食べてなかったけど、最近初めてお店で食べてから食べるようになりました。あのもんじゃは、
あ、メール取ってくださってありがとうございます。あのもんじゃはお店ですねあれは家じゃないですけど、あ、そうなんですよ、月で時間を決めてます。お店で食べたのかと思った。そうそう、あれはお店、今日はお家です。月島って何ですか？もんじゃ食べたことない？え、美味しいですよ。なんかね、私はお好み焼きみたいなやつを想像してたんですけど、なんか、お好み焼きとはね全然違って、あれでした、あのお好み焼きはソースで食べるけど、サラは、え、もんじゃってソースで食べますか？みんなは。全然違って、え、私が今日はチーズを入れて食べました。だけど魚介のもんじゃが好きです。美味しかった。私はもんじゃはポン酢とかをかけちゃったんです。ポン酢とか醤油とかでかけたんですけど、美味しかったです。そう、ヘラで押して、で、なんかチーズのもんじゃをお店で頼んだんですけど、なんかめっちゃ、なんだろう、そのカリカリが下についてて、それを削ってなんか薄いカリカリチーズを最後に食べたのが美味しかった。そのまま、あー、でも元から味もついてたけど、自分でもなんかつけれるようになってて、いっぱいしたら味つけるのが好きなのでつけて食べました。あれ美味しいよね、めっちゃ美味しい。最近のマイブームです。こんにちは。最近は美味しいものをたくさん食べたので、またメールでも送りたいと思います。メールでね、最近食べ物ばっかり送ってます、ごめんなさい。夜お好み焼き、お好み焼きはあんまり食べないかもしれない。お好み焼き美味しいよね。サラはお好み焼きはうどんが好きです。なんかね、お好み焼き、あ、でも本当はお好み焼きじゃなくなっちゃうかもだけど、関西焼きが好きなんですけど、関西焼き、なんか麺が入ってないお好み焼きが一番好きなんですけど、麺を入れるんだったらうどんが好き。ねえ、幸せ。そう、美味しいんですよ、お好み焼き。大阪ではあれなんだ。大阪ではお好み焼きは食べたことない。でも大阪ではたこ焼き食べたんですけど、たこ焼きはめっちゃ、なんて言うんだろう、めっちゃもう美味しかった。なんかサラが思って、そのお店だけかもしれないけど、サラが思ってるよりも水分量が多くて、なんかしかもポン酢とマヨネーズで食べるんだったんですよ。なんか私はソース以外の食べ方を知らなかったから、
もう感動した、美味しくて。やけどしなかった。そう、今ねめっちゃ普通に喋ってるけど、こうしてる時も今も舌が痛いんですよ。なんかやけどしたかもしれない、なんかよく覚えてないけど、ずっと今話してる時もなんかずっとねめっちゃ辛い感じがするそうなんですよ。やけどはしてないかもしれないけど、やけどかな、わかんない、めっちゃスースーするめっちゃスースーしてる。スピード間違う。薬、あ、大丈夫です、ありがとうございます。そう、まだまだやけどしてるんだよね。やけどわかんないメンタル僕にもくださいね。なんか忘れてます、気がついたら。なんかわかんないけど忘れるんですよいや本当に食べ物の話ばっかりしちゃってて、みんな何の話が好きですか食べ物ばっかりですよね私の配信。何の話がいいかな、なんかね、何の話があるだろう。ゆきりかもやけどあるんだ。そうなんだ、こんにちは。あ、歌の話、なんかさネタバレになっちゃうんだよね歌の話。歌は、歌はなんだろう、歌は最近はあの歌はね、カラオケに行ったんですけど、何歌っただろう。なんかカラオケに行って、あ、カラオケ行ったらヘタレたちを流れてましたよ。いや、カラオケ行ったらなんか履歴のところ、その前の人が何を、この部屋で何を売ったかがだったか分かるんですけど、なんかそれを見て STU ないかなって探すけど、ないんですよね。歌われたいですね、カラオケで STU 最近は何歌うかな。何歌うだろう。あ、なんか真剣に歌う系の歌は 歌わなくて、最近は正解書いたら10秒前回って待って待ってっていう歌が好きです。知りませんか、知らんか。まだまだ一緒しようの魂胆でーすってやつ。101回目のそんなメモリ配車。あとはでもなんだろう、アニメの歌が好きで、ハレハレ愉快とかあれとか好き、恋愛サーキュレーションとか好き、わかるかな。でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら、心が進化するよもっともっとってやつとかとか、好きですよ。誰が歌ってるの、ボカロ、なんだろう、なんかその機械の音ですね。歌唱力の練習
じゃなくて、なんか結構遊び系の歌を歌っちゃってるけど、歌唱力で歌おうって思ってる曲も歌えますよ。まだ曲が決まってないので、時間の果てまでブーンワープでループなこの想いは。だけどあとは昔の歌だとあれとか、卒業式にってやつ、華やかなんかなんとかな並木道みたいな、あそうだ、吐息でネットだ、ずっと聞いていたい。うまくないですよ。うまくないですよ。あーそう、最近の話はさあ、ごめんなさい、最近の出来事は、最近の出来事はなんかお洋服を買いに行ったらめっちゃ可愛い子がいっぱいいました。なんかそんなにそういう若い子とかがいるところに行かないのであれですよ、かあのもうお洋服を見るんじゃなくて可愛い子を見に行ってました。可愛い子だちゃんちゃんって、ありがとうございます。いやいやもうめっちゃ可愛くて、みんな可愛かった。なんかわかんないけど最近の子はもう本当にレベチです。可愛かったみんなね。いやみんな足細いし、みんなもうみんな目大きいって感じ。そう可愛い子大好きなので、ちょっとそれを目当てでまたお洋服買いに行きたいなって思いました。そういつも可愛い子を探してるんですよ。もう最近の子はって感じです。違和感ないでって、ありがとうございます。あで最近は何したかな、なんか直接会ってお話し会のエピソードとかあるかな。なんか直接会ってお話し会の時は、お話し会は何したかな、何したっていうか、なんかあるかなって思って裏話した。何があっただろう。幕張、いやでも行きの新幹線で、あれなんかあったっけな、行きの新幹線で、ではディネタンと隣でお菓子をもらいました。それでなんかしかもその日さら朝からいっぱい食べたんだよね。あでなんか楽しかったのは、あの幕張から、幕張じゃない、なんだっけ、もう言ったかこの話、駅から幕張まで行くのが、行く時に舞浜が見えて、ディズニーのあれが見えたんですよ。ディズニーのなんだ、ディズニーのホテルが見えてめっちゃ興奮した。それで写真いっぱい撮りました。それで友達にディズニーナウって送りました。行ってないのに。でもなんかディズニーの高速道路、ディズニーのそのなんだろう、世界と本当の現実の世界の狭間を初めて見たのでびっくりしました。ああこんな感じなんだって思って、なんか結構すぐ普通に道路あるんだって思いました。めっちゃ面白かった。それで火山とかが見えて感動した。わーってなって、なんか猿が一番最初に気づいたんですよ。第一発見者で、で、あれディズニーじゃないって言ったら、みんなカーテン開けて見出して、ディズニーだーってなった。バスの中が楽しかった。友達の反応は
え、マジ羨ましいみたいな来た気がする。そう、1月にねまた行けるので楽しみ。それで、それでね、なんか修学旅行、そう修学旅行みたいな感じになった。それで、あと火山とシンデレラ城とホテルが見えた。いいなぁ。幕張イベントの日に前乗りしてディズニーで遊んでたメンバーいた。本当？そんなのいいって言われるんだ。いいなぁ、いいなぁ、いいな、いいなぁ。サラも行きたいなぁ、メンバーと。めっちゃ行きたい。イクスプリア、なんだそれ。それで、でも着いてからは幕張メッセはめっちゃ乃木坂さんのあれとかいろんななんか映像で見てた場所だったのでってなった感動した、めっちゃ感動した。なんかそのもう握手会のあの灰色な感じの光景が目の前にあったんで感動した。それで直接会ってお話し会はめっちゃ楽しくて、めっちゃ楽しくて、もうずっとやりたいなって思いました。次1月広島なんですけど、それまでもやりたいしまた遠征したいなって思いました。なんかそう、なんか灰色イコール握手会っていうイメージがあるサラ。楽しかった。それで今回初だったんですけど、なんかその時になんだっけ、キングレコードさんからの差し入れであれをいただいたんですよ。なんかチョコをいただいたんですよ。なんか缶に入ったトリュフだったんですけど、その缶に入ったトリュフを一人何個までとか書いてなかったので、なんかベレー帽の中に入れていっぱい取ったんですよ。袋がなかったからベレー帽をかぶってて、で髪が崩れたから取ろうって思って取った瞬間の時でちょうどチョコがあったから、あこの中に入れようっていっぱい取って帰ってて、あトリュフじゃなくてトリュフがトリュフっていうのかな、どうなんだろう、トリュフがあって、それでいっぱい取って、で帰り道にメンバーがこのチョコお家でも食べたいって言って調べてたんですよね。そしたら一つの缶で一つで4,500円とかするやつで、なんか申し訳なくなった。いやサラさ何千円分も食べたんじゃないかって思って、ちょっと申し訳なくなっちゃった。ちょっと食べ過ぎたって思って、でもなんかちょっと得した気分になりました。美味しかった、めっちゃ。こんなに高級なチョコだったのって後からなったんですよ。さすがさあちゃんって、いやー泥棒みたいな、盗んだみたい。昔は幕張に全グループ揃ったんだけどねって。そうなの、入るんですか。え、あの中に全員入るんですか。そう、うまく活用しちゃいました。楽しかったなって思います。で帰りは、あの帰りのバスはみんなでめっちゃ寝てて、あもう着いたのってなった。でなんか幕張の、私はなぜか前から幕張のイオンに憧れがあって、その帰りのバスでああって思った幕張のイオンが見えて感動した。あきまーさんレインボースターありがとう。なんか私はいつもあの話し会は最初の方で、でなんかあれなんですよ、朝の1部とか2部とかでなんか夜の部だったんですよ。今回は5時とかの部だったんですけど、そう最初の方だったのであれだなって思った。なんか夜は
夜もいいなって思った。テンション上がるし。前もそういう会場系だとパシフィコ横浜に行ったんですけど、夏に。なんかそれもなんか朝だったので、なんか夜はめっちゃなんだろう、独特の楽しさがあるそれでその日になんかサラピとイケちゃんと揃えてないのに、たまたまベレー帽一緒で写真撮りに行こうって言って、サラはまだ、サラってかその3人、私たちはなんかまだ夕方ちょっと薄暗いくらいを予想してたので、外に出てみたら本当の真っ黒黒で、やーってなった。楽しかった、また行きたい。あ、幕張のイオンの大きさは日本のトップクラスなんだ。そうなんだ、へー、トップクラスなんだね。行きたかった、寄りたかった、なんなら後泊が良かった。それでね、帰りは東京駅でなんかね、マカロンってクリームが挟んであって、そのクリームないバージョンのクッキーがあって、クッキーをね、クッキーだけを売ってる東京のお菓子があるんですけど、それを食べたかったけど、じゃなんかお金がちょっと足りなくてやめときました。あ、インテックス大阪行く予定だったのでちょっとショック。行きたいな、次どこなんだろう。インテックス大阪は去年の春ぐらいに5月とかに行く予定だったんですよ。コロナでなくなったんですよ。2人セゾンの MV にも出てるんだ。初めて知った。3人の一緒の写真、あ、メールでは多分1回送ったような気もするな。越谷レイクタウン、どこだ、わかんない、どこだろう。東京土産ね、買えなかった。なんかそう、買わなかったんですよ。なんかちっちゃくて1個で何百円とかすぐ食べられる系が良かったけど、結構箱のやつばっかりで1000円以上とかしたので買わなかった。越谷っていうんだ、へえ、そうなんだ。東京楽しいのでまた行きたいですね。楽しかった、東京好き、行きたい。私東京に住みたいんですよ、将来の将来。東京に住んだ経験ある人いますか、それか今住んでるとか。なんかね、東京難しそうだけど楽しそう。東京タワー見えた、東京タワー見えてない。でもすごいビルがいっぱいあった。東京住んでる、いいな、いいな、住んでた。でもなんかあれですよね、東京住んでたら足立区生まれ、いいな。なんか人が、あの電車とかで人が多いからそれは大変ですよね。東京普通の、いや原宿とか行きたいんですよ。原宿行きたい、109とか。あー、物価ね、確かに物価高いかもしれないね、東京。確かに渋谷マジで人が多いね。渋谷は人が多いですね。こんばんは、こんにちは。ライブイベントが、そう、ライブとかイベントとか好きだから行きたいんです。しかもまだね、 AKB 劇場も私行ったことがなくて行きたいんですよ。
なんか AKB 劇場は下までは行ったことあるけど入ったことはないんですよ。ここがボサってなってるのが気になるな。よっしゃ、来てほしい、行きたい、行きたいよ。サラも出張公演したことないですね。誰でしたっけ、磯貝さんの生誕祭をあれですよね、出張公演かな。え、嘘、違うか、なんか STU の1期生さんの誰かの生誕祭が出張公演だった気がする。なんかそれ見た気がする。こんにちは。ね、毎月東京受けたのにね、ショック。もうあれじゃないですか、一緒にやらなくなっちゃったからショック。あ、千穂さんか。すごいな千穂さん。いいですよね出張公演。あとは HKT 劇場にも行ってみたいです。あ、 HKT さんといえば10周年だったんですよね。こんにちは、こんにちは。いやー STU も10年続くといいなって思います。だって STU でも STU は今4年だから、私が21歳の時に10周年だ。ああそうだ、私が11歳の時に STU できたから、おお21歳か。あるといいな STU。 あるかな。サラがキャプテン、いやーちょっとサラあれか分かんないけど、務まるか分かんないけど、できるかな。乃木坂さんがあれですね、今年の8月で10年ですね。10年でしたね。いや10年長いですよね。10周年までいてねって、いや10周年までいますよ、頑張りますね。10周年ってどこだろうね。え、でも10周年は一周回って劇場とかないかな。そりゃないか。いや10周年はグリーンアリーナで会ってほしい。昔 AKB ね、あれですよね、ぐるぐるカーテンですよね。なんとなく落ち着くの。いや乃木坂さんがリクアワに出てたってやばいですね、やばいな。サラちゃんこんにちは、こんにちは。マスオさん尊い、ありがとう。専用劇場欲しいなって。ね、専用劇場欲しい。
そうですよ、専用劇場欲しいんですよ。いつもエディオンだから。専用劇場できるかな。エディオンはね、なんかあれなんですよ。エディオンは楽屋がみんなでその入れないんですよ。なんかね、2個部屋があるみたいな感じなんですよ。それで大体は10人ぐらいはある一つの方に入るんですけど、入らない人は外みたいなところなんですよ。だからね、16人で同時に話すのとかが MC のね、話し合いとかがね、するためにわざわざ集まらないといけないんです。外っていうか全然外じゃない、中だけど、部屋じゃないところにね、椅子が置いてあるんです。確かに全国ツアーしてみたいですね。乃木坂は思いましたけど、かずみんのかくれんぼ企画みたいな STU でもやってほしいって。かずみんのか、ああ見てないけど、かくれんぼはやりたい。 TikTok でなんか見てきた気がする。やりたいです。いいですね、かくれんぼしたいな、みんなで。こんにちは。確かに広島駅建て替えだから作ってほしい。広島駅建て替えだからさ。あ、確かにね、桃鉄の秋田札幌はどこへ行ったんだろう。確かに。なんかギフトが、あ、きんに君さんだるまありがとうございます。あきまんさんレインボースターありがとうございます。まさおさん尊いありがとう。なんかギフトがね、投げてもらってもね、表示されないの？なんでだろう。広島駅にできないかな。劇場を作るのはどれくらいの資金が。どうなんだろうね。でも1回買って終わりじゃないから高そうだね、維持費がいるから。あ、広島空港？それは面白い。くまっぴーさんかわいい、ありがとう。あ、無料ギフトだから、そうなんだ、ありがとうございます。そういうことか。駅はね、確かにね、高そうだね、家賃が。息を立つところに劇場建てよう。息を立つとこは、市民球場跡地か。確かにそこいいかもしれない。どこに作るか、広島かと思ってた。そうなんだ、広島じゃないかもしれないか。
確かに広島にこだわる必要はないですね。そんな、まあでも広島がファンの人一番多いかな。それ広島駅のそのなんだろう、完成形のあれをまだ全然よく見たことがなくて、見たい。広島か、確かに。こんにちは。今日はゆいはんの、ああね、今日で最後の日ですか。確かにサプライズいいですね。遠征の楽しみ、駅ビル広島、ああ新、確かに楽しみ。え、でもなんかまだまだですよね、あれ。私が19歳の時だった気がする。いつだ、2025年か。2025年です、完成は。まだまだですけど楽しみにしてます。あ、最後はまだなんですね。あと5年もかかるのか。そうなんだ。5年か。工事が大変だ。STU8 周年、 STU8 周年か。そうだ、 STU8 周年か。あと 2、3年、え、どっち、あとどうなんだろう、あと4年、どうなんだろうね。そう、5年後だったら20歳ですね。もう21の年だ。第2の年だ。どんな感じなんだろう。いやー、なんかもう4期生くらいまで行ってそうだね。まあそうか、もうすぐ2023年だもんね。すごい、サラの好きな2が並んでる。違うよ、さやの年齢じゃないよ。STU、 HKT さん6期生オーディションするんだ。STU も3期生かな。6期生オーディションってすごいな。でも HKT さん、乃木坂さんが5期生で、そうか。でも NMB さん、そう考えたら10年で11とかまで行きましたよね、規制。 STU も行くかな。 STU は
4年で3回オーディションしたから、もう結構あれか。どうなんだろう。STU オーディションするかな。どうなんだろう。わかんない。いつするかな次。全然想像つかないな。あ、NMB さん毎年なんだ。ヒロテレの1階、あ、劇場。おー、確かにスケイさんももう10期まで行ってる。なんで、でもなんでアクターズ生のことを3期生って言わないんだろう。なんでなんだろう。なんでだ。かわいい、ありがとうございます。あー、限定オーディションだから。そうか、なんて呼ばれるんだろうね。 STU48 研究生のみたいな。本当に。すごいね、不思議だ。そうそう、ランキング読もうかな。夜も配信します。夜は何時からやろうかな。フォスターさん、ハートありがとうございます。あー、特待生的な方法いろいろあるんだ。そう、2回配信を今日はしたいと思っているので、そろそろ1回目の配信終わります。ありがとうございました。それではランキングを見ます。あ、そう、話し会の宣伝をしておこうって思って、セブンスシングルの話し会、おすすめは1月8日の3時間目のみこさんコスト、2月12日の1、2時間目の制服です。ぜひ来てください。待ってます。絶対来てね。ありがとうございました。ありがとうございました。それではランキング見ます。13位、くっちゃんさん、ありがとうございます。12位、はるさん、ありがとうございます。11位、ゆうりさん、ありがとうございます。10位、オレオーズさん、ありがとうございます。9位モーさん、ありがとうございます。8位シンさん、ありがとうございます。7位松尾さん、ありがとうございます。6位オーダヤンさん、ありがとうございます。5位アキマーさん、ありがとうございます。4位エリックさん、ありがとうございます。3位チューチューさん、ありがとうございます。2位湘南の風さん、ありがとうございます。そして1位ヨシーさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。